きなりですが、数日前ツイッターにこのような DM が届きました。こんばんは。小児の娘がピオキングさんとみんなでバトルをするのが夢らしく、毎日レベル上げを頑張っているのですが、やっと B まで慣れたと思ったらまたすぐ C ランクに戻り悪戦苦闘してます。とても悔しいらしく泣いています。もしよければアドバイスをお願いします。この DM の返信には僕自身そんなにうまいわけじゃないですから、大した返信はできていないと思います。ですが僕のチャンネルっていうのはですね、上手くなるっていうよりもみんなでバトルをですね、レートとかそんなの関係なく楽しくやろうぜっていう動画が多いと思うんですよ。僕自身今 S プラスなんですけど、 S でも A でも B でもですね、みんなでバトルを楽しくやれればそれでいいかなって思います。そして僕はですね、フレセンなら、まあ、レートとか関係なくですね一緒にできるのでいかがですかと。そしたらお母様はですね、心よく引き受けていただき、小学2年生の娘様と対戦することになりました。もしもし、どうもすいません。はじめまして。ありがとうございます。娘さんが小学2年生でしたっけ？はい。僕の YouTube をテレビを占領してお母様も一緒に見てらっしゃるんですか？あ、私が見つけて、はい、TikTok から見つけて、わ、すごいねって言って、そこから YouTube でずっと見てる状態。お母さん若いな。ですよ、もう。本当。お母さんよりもお子さんの方がハマったっていう感じになられてる。本当にもう大ファンで、もうずっと今日もうあのすごい興奮して、朝起きた瞬間に今日ピオキングさんだよねって。なんかもう宿題とかも普段全然してこないのに、今日はもう終わらせとかないのって言ったら、はいはい、今日はもうちゃんと終わらせてきてました。帰ってきたらちゃんとできるやんと思って。僕とね、その一緒にゲームがしたいがためにちょっと泣いて、はい、そうずっとなんか上がっては下がって、上がっては下がっての繰り返しで、はいはい。いや、分かった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 。あの、変わってって、そう。早く変われってピオキングに。そっかそっか、じゃあそろそろお代わりいただけますか？じゃあ代わります。はい、こんばんは。こんばんは、ピオキングです。ネット対戦できる？する？じゃあ一緒にする？お名前は、まずお名前聞かせてもらっていいかな？ひまわり。下の名前はひまりちゃん？うん、うん、分かった、ひまりちゃんね。いつも YouTube で見てくれてるんだよね。うん、休みの日は、うん、4時間くらい見てます。相当見てるね。うん、ありがとうね。うん、よし、それじゃあ始めますか。はい。犬って可愛いよねさ。はじめやから2人でちょっと優しいコースしてみよう。簡単なコース、はい、一緒にクリアか一緒にバトルか、どっちがいい？最初、まあ、うん、どっちもしてもいいよ全然。一緒にバトルがいい。オッケー。最初は遊ぶコース、簡単でみんなでバトル、始まった？はい。よし、それじゃあ始めていこう。あ、ルイージやね。よろしく。よし、それじゃあ全然行っていいよ。お、早い早い。お、早い早い。早い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 。おお、ちょっと待って待って待って。あ、追いつくよ。おっとっとっと、よしよしよし。おお、よ、上手やな。わ、めっちゃ、あー、やられた。それじゃあ先に行きます。僕先に行きます。よし、おいでおいで。よし、それじゃあこの壁基地を持って、あ、負けた。お、連れてってくれるの？うん。あら、でもこれオンオフないね。どうするんだろうね。あら、ちょっと待って、これオンオフなくない？あ、そっちに行くのか。オッケーオッケー、分かった。これ土管に入ったら、あの青と赤のブロックが反対になってるっていう感じね。なるほど。何ここ？え、どこに入っても何もないんですよ。え、どこいる今？どこいる？ああ、ちょっと。
違う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 、いやそっちでいいよ、そっちでいい、そっちそっち、こっちこっちに右ね、ジャンプジャンプ、こう、オッケーオッケーオッケー、よしよしよし、いやじゃあちょっと待っててあげるからね、うん、一緒に行こう、ここね、ちょっとジャンプしてもう一回ジャンプみたいな、そう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 、あ、うまいうまいうまい、あ、めっちゃうまいね、で、もう一回土管に入るそしたら、こっちに行くみたいな、あ、そうそうそう、え、ちょっと待って、ゴール、あ、ゴールか、ちょっと待ってピューティーノさんの動画で、うん、見てるんですよ、もう全部見たんですよ、ピューティーノさんの動画、うんうんうん、見たんですけどね、なんかマッチョスーツ着てる人が何人かいましたよね、あ、おるおる、あれね、S プラスになったらマッチョスーツできるの、え、そうなんですか、うん、あ、ま、B ですよ、B、 S プラスになったらマッチョスーツが手に入るんよね、はい待って、そっちが見えん、そっちが見えない、あれ、ピューティーノさんやられた、ほら来たほら来た来た、ちょっとよしよしよし、これね、でも大丈夫、これバトルじゃないから、これね、一緒にクリアだから、一緒にクリア、そして次はこの土管かな、あの、持ってるで、あれ、あ、これか、コイン条件、オッケー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 、よし、それじゃゴールしよう、オッケーよし、じゃあさ、今度ちょっと難しさ上げてみる、普通にしてみようか、難しい、むずむず、ゆっくり行って、ゆっくり歩いて歩いて歩いて、そう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 、いけた、うん、いけたね、で、これね、普通だからそんなにね、あの、落ち着いたら大丈夫大丈夫やべえ、抜かれた抜かれたで、これ娘の映画見ましたか、あー、まだ見てない、見に行かないかな、あ、見た、見ました、面白かった、はい、うん、あー、いけた、やった、ちょっと待って、風、風が風が、あの、穴の開いてる部分で止まっちゃった方がいいよ、穴の開いてる部分に、そう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 、で、走ってジャンプ、走ってジャンプ、左に走ってジャンプ、そう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 、うまいね、すぐ飲み込むね、頑張れ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 、ここ難しいよね、頑張れ頑張れ、よし、じゃあ僕の真似して、ここ行って、ここで、このまま左に走ってジャンプ、そう、こんな感じ、そう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 、うまいね、すぐやっぱうまくなるな、で、ここはね、止まってていいんですよ、ここは止まってて一個一個こうやってジャンプ、いや、これ難しいわこれ難しいわ難しいです、これ難しいよね、これ難しい、いける、オッケーオッケー、で、このまま右にジャンプ参上、ピオキング参上しましたさあ、ピオキング参上しました、よし行け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 いけいけいけ、あー、待って待って、これ逆に難しくない、これちょいけ、もういけもういけ、よし、いったいったいったで、こう待ってますよ、オッケー、いいね、優しい、よし、じゃあそれじゃあ先行っていけるかな、よし、じゃあ僕も行くね、それじゃあこのピオキングがね、ちょっと持ってってあげる、よし、オッケー、で、このままジャンプで、ジャンプで、ジャンプ昨日、そういえばお母さんからね、あの、メールが来たんよ、あの、ひまりちゃんがね、S プラスになれないからピオキングと戦えない、ね、メールが来たんよ、お泣きしたんですか、やっとさ、見に行ったんですけど、うん、家にもう一回下がったんですよ、それはピオキングと戦い、あえ、それは何、あの下がったことに泣いたのか、僕と戦えないことに泣いたのか、どっちなのかなと思って、ピオキングと戦えないことに泣いたんです、あ、そうなの、ランクがさ、近い人しか戦えないんですよ、そうそうそう、そうなんだよね、このみんなでバトルって、まあ、こうやってね、一緒にフレンド交換をしたら戦えるんだけどね、ピューキングさん、ずっとは S プラスですよね、そう、やっぱりずっと S プラスが一番目だと思ってたんですよ、だけどピンク S プラスが一番目だったんです、
そうそうそう、もっとねピオキングより上手い人っていうのはねたくさんおるんよ。ピオキングさん福岡ですか？商売？じゃあひまりちゃんは何県かな？うん、ママ何それ？ママ？ひまり何？ひまり何県？ひまり何県？今宮崎県やけど実家が福岡。あ、今宮崎県なんですけど、うん、実家が福岡なんです。あ、そうなんだ。ママの実家が。なるほどね。ピオキングさんのところ行こうかな。ピオキングさんって、うん、女？ピオキングさんって女じゃん。違います。ピオキングさん、うん、YouTube してるんですよね。うん、みんなでバトル、うんうんうん、が多いですよね。うん、多い。それで、うん、自分の顔写ってます。時ありますよね。あ、あるあるある。その時さ、ピオキングさんは、うん、なんか鼻マスクです。上に鼻を、うん、してたね。鼻の上にマスク、うん、してたしてた。 あれって家一人なんですか？そうよ。じゃあなんでマスクなんですか？ピオキングさんと YouTube 見てたら、なんかピオキングスナイパーのなんか名前作ってましたね。誰かが、ね、そうそうそう、ライブわかるよね、 YouTube ライブ、はい、YouTube ライブで僕がライブをしてる時にみんながバーって来て、はい、一緒にみんなでバトルをするっていう感じ。じゃあピオキオさん、なんで11月はバトルじゃない、ライブできないんですか？ライブ厳しいこと突っ込むね。お母さん助けて。お母さん今お母さんこれ電話聞きよう感じ。なんか今出てきました。家の敵とかいるんですか？クッパ以外に。一番嫌いな敵。モートン。モートン？モートンってなんかモグラみたいなやつ。そう。ねえ。レミー。ゲリーやったっけ？ゲリー。もしもし。どうも。楽しい時間をありがとうございます。長い時間。いえ、たった1時間ですよ。いや、申し訳ないです。貴重な時間をありがとうございます。ああいった内容っていうのは初めてで悪いんですけど、笑っちゃいましたね。ですよね。いや、いい意味でですよ。うわ、めっちゃ可愛いと思って、実況者とゲームしてみたっつうのは多分初めてだと思うんですよ、こんな。もう多分もう夢のような話ですよ。いやずっともう見てる方だから、はい、憧れの存在でね。もういいぞ、今日はもう終わり、もう迷惑。もしかして泣いてるんですか？いや、まあもうずっとやりたいって言い出しです。なるほど、よかったよね。もう最後変わっていいですかね？はい、いいですよ。もしもし、はい、どうした？泣きよ。ありがとうございました。ひまりちゃん、最後に言っときたいことある？ピオキングに。また、ピオキングさんと、はい、最後ひまりちゃんはですね、ちょっと泣いてて電話切るのがですね、胸がとても痛く感じたんですけれども、めちゃくちゃ可愛かったですね。いい思い出になってるといいなって信じたいですね。もしかしたら僕の方がですね、めちゃくちゃ楽しかったのかなって思います。それ以前にですね、僕と一緒にみんなでバトルがしたいがために大泣きしてくれる子っていうのはですね、放っておけないですよね。こういった方はですね、ごくまれとは思うんですけれども、もしですね、このひまりちゃんと同じような状況下にいらっしゃるお子さんがいれば、全然僕に DM ください。それじゃあ今回この動画はここで終了したいと思います。この動画が良ければグッドボタン、そしてピオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。